はい、こんにちは、カズボウです。ファイナルファンタジー 4T エディション続きやっていきたいと思います。今こんな感じです。なんかちょっと減ってるね。あー、LP 減ってんね。まあここ多分左行ったらボスなんですけど、ゾットの塔ですね。あー、雑魚キャラ出てきたね。不意打ちされてんね。まあ装備品変えれば楽勝なんだけど、全部いいよ。あ、そんなもんか。フレームって防げんのか。セシルがダメージ少ないっすよ。テラやばいよね。何もしてないのにやられそうなる。一回テント使うか。おそらく強いと思うんで、使い捨てんだね、これ多分ね、テントで。まあ、30個あるから。出んねん。ここだよね。あ、ようこそゾットン島へ。え、なんかちょっとグラ違う。お初にお目にかかる。え、一緒かな。私たちはこの塔を司る四天王風のバルバリシア様の片腕、メーガス三姉妹のドグ、同じくマグ、私はラグ。残念だがここまで。クリスタルは私らがいただく。我ら姉妹のデルタアタックでローザとお別れさ。強いよな。あー、一番後ろあれ使うんだよ。HP2000 ぐらいだったと思うんだけどね、本当だったら。あ、じゃあ行くわよ。今よ、ラグ、私に魔法。マグネーション跳ね返して。おお、弱点は特にない。もう危ねえね、あれ食らったらちょっと。これ真ん中は多分 HP 高いと思うんですけどね。あ、そうでもないか。6900、やっぱ高い。アニジャ行くわよ、リフレ。真ん中リレーズ使うか。一気に倒した方がいいよ。あ、4、3です。あー、巻き直しってなんかなかったっけ。 S なか。あー、完全回復すんだ。
間に合った。すげえ。126。もうそろそろ倒せるな。あ、ネジだって、あれが一番上なんだ。三姉妹は大したことないね。バカなデルタタックが破れるとは。姉じゃ、そう、でも HP は倍ぐらいだった。でもあの通常より、通常の、まあ、エフェクトをやってくることはあんま変わんないんだけど、 HP が高いな。バルバリシアまでじゃあ行っちゃいましょう。バルバリシア多分強い。まあ強化版メガス3姉妹だね。あれはね、2000いくつかで真ん中が4000くらいだったんだ。確か4500だっけな。だけど今8000-9000あったよね。倍ぐらいあったからね。倍あったとってそんな大したことはないんだけど。まだ10分もやってないからね。着いたね。さて、ここら辺ちょっと変えた方がいいかな。大丈夫か。ご苦労諸君。ゴルベーザ、ローザはどこだ。クリスタルが先だ。ローザは無事なんだろうな。無論無事だ。さあクリスタルをもらおう。これだ。土のクリスタルを手渡した。ローザを返せ。ローザ、何のことだ。何？話が違うぞい。どこまでも汚いやつ。老いぼりに用はない。貴様いなくても私にある。思い知れ、アンナの痛み。これ急に約束守らねえやついっぱい。利用するだけ利用された気持ちわかるでしょこれ。所詮老いぼれのお前に私を倒す力はないはず。最初バイオ使った時点でここまで使えるわけがないんだけどね。最大 MP90 でね。はい、メテオを使うときは来たい。うちゃだ、その後の方が持たぬ。この命すべてを MP に変えて貴様を倒す。あら、え、今見ました今。バカなメテオ。え、限界突破すんのこれ。16000いった。マジで。9999止まりじゃないんだ。限界突破した。
メテを使うとは。グブ、テラ。どうしよう。だがクリスタルはいただいた。引くぞ、カイン。今のメテオで術が解けたか。迷い、貴様は用済みだ。この借りは必ず返す。1万6000って、逃すか、ゴルベーザ。グ、舐めるな。メテオ限界突破した、すげえ。グ、なぜとどめを刺さない。お前は、お前は一体、グ、グ、グ。この勝負ひとまず預けるぞ。ねえ、なんでしょうね。セシル殿、大丈夫か？ああ、さすがにメテオが効いたらしい。それよりテラ。倒せなんだか。喋っちゃいかん。これも憎しみにとらわれて戦った報いかもしれん。アンナの仇を、タノ。ああ、テラ。ねえ、テラね、頑固だけどね、シドと地味に相性良かったよね、本当にね。目を開けんかい、このクソじじい。テラ殿、娘さんと安らかに暮らすんじゃぞ。ねえ。まあ、優しいよね、シドもね。荒いけどね。テラ、アンナの仇は僕らが討つ。これさあ、どうしよう。カイン、カイン。セシル、すまん。俺は何ということを。操られていたんだ。仕方ないさ。しかし意識はあったのだ。俺はローザを。ローザはこの上だ。時間がない。はい、セシル。おお、これね、リメイク版だと鉄球に変わってんだよね、確かね。鉄球だっけ、何回変わってるよね。ローザ、私、あなたが来てくれると信じていたわ。君がいなくなって分かったよ。僕は君よ、セシル。やれやれ、お熱いこっちゃ。カイン、正気に戻ったんだ。許してくれ、ローザ。愛せられていたばかりじゃない。俺は君にそばにいてほしかったんだ。カイン、一緒に戦いましょう、カイン。すまない。許してくれ、ローザ、セシル。えい、ごちゃごちゃやっとる場合じゃなかろうが、ここは危険じゃぞ。行くぞ、カイン。さて、セシル。竜騎士である君の力がいる。共にゴルベーザーと戦ってくれるな。すまん、セシル。ローザ。はい、白魔導士ローザと竜騎士カインが仲間になった。さて、これどうすっかな。あと一歩遅れていたら、このギロチンがローザ。こうなっていくけど、シドとカイン入れ替えた方がいいのかな。カインって後ろでも大丈夫だったっけ、これ。ウィンドスピアあるもんね。これで、行っちゃっていいかな。ほほほほほ。やられたらやられたで。またここやり直さなくちゃいけないけど、ゴルベーザ様に敵図を負わせるとはお前たちを見くびっていたよね。ゴルベーザ四天王風のバルバリシアだ。サムネコマンドやな、こうなってくると思う。カイン、お前も寝返ったよね。それだけの力を持ちながら。寝返ったのではなく、正気に戻ったと言ってもらおうか、バルバリシア。
慣れ慣れしく呼ぶでない。こんなことならお前もローザも消しておくべきだったわね。だがメテオの使い手ももういまい。みんな揃ったところで仲良く葬り去ってやろう。ふう、空中戦はお前だけのものじゃない。俺疲れても大丈夫だよね、確かに。ジャンプで。風のバルバリシ。あ、この時はまずいね。で、ジャンプでね、竜巻状態。うわ、すげえ。バコルドじゃないんだ。バサンダとかある。バファイ。バサン、お、マジか。火とか効かなくなるね。ピアルがない。ピアルがないんだ。やっちゃったね。この状態の時はね、跳ね返ってきますね。ああ、やっぱ12000もある。飛び道具には。これで、何回したけどね。雷か。ここにバサンダだね。いけんね、そんな大したことないよ。祈りでもいいけどね。反撃の雷ちょっと痛いね。カイン落ちてこい。ヤン先攻撃しちゃうね。ダメだ、正面からダメだ。ジャンプで叩くしかない。強化版強化バルバリシアだけど、まあ大したことないね。こやつは8000くらいだったと思うんだけどね、 HP 1.5 倍ぐらい高いかな。LP 270ありますね。それは痛いな。いいね、カイン強いね。
お、セシルブリンク使うようになったね。カイン、貴様、この私を倒しても最後の四天王がいる。このゾットの塔もろとも。消え去るがいい。ほっ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 ほ。四天王悪あがきひどいよ。崩れる、クソ。ひゃあ。私に捕まって。テレポ。これ捕まってるときテレポ使ったら出れないのかな。ここはバロンのあなたの部屋よ。偽物の王も倒したし、もう安心じゃろ。セシル、話しておかねばならぬことが。なんじゃ、クリスタルのことだ。トロイアから借りてきた土のクリスタルも奪われてしまった。これで、奴の手に全てのクリスタルが揃ったことになる。いや、クリスタルはまだ4つしか揃っていない。4つで全部じゃ？噂に聞いたことがあるぞい。まさか。そう、闇のクリスタルだ。この世界の4つのクリスタルはいわば表のクリスタル、裏のクリスタルがその闇のクリスタルか。そうだ。だからゴルベーザの手に渡ったクリスタルはまだ半分に過ぎん。しかし闇のクリスタルの噂は聞いたことがあるが、どこにあるかは。だがゴルベーザは探し当てた。急がなければ一体どこに。文字通りの表と裏、地底だ。地底？穴でも掘らなきゃ行けん。ともかく奴は表と裏、つまり光と闇のクリスタルを全て揃えた時、月への道が開かれると言っていた。月への道？よくは分からんが、その鍵がこれらしい。お前に渡しておこう。マグマの石。これは？こいつをどこかで掲げると地底への道が開けるらしい。どこか、一体どこに、わからん。何考え込んどる。エンタープライズがあろう。この世界なんぞあっという間に一回りちゃわい。これで世界回るんだけども、先に回っちゃったもんね。でもあれはゾットの塔に。舐めるんじゃないわい。最新型と言ったろうが、遠隔操縦でちゃんとバロンに戻っとるわい。ならば決まりですな。シド、頼りにしてるわ。そうじゃろな。そうと決まったら出発は明日の朝じゃ。指定の入り口を目指し一眠りじゃ。しかしなぜあの時ゴルベーザは僕にとどめを刺さなかったのだろう。どうしたの。いや、なんでもない。休もう。よし、出発だ。はい、ということで今回これは終わりたいと思います。まあでも24分ぐらいか。それであんだけのイベントね、行けました。1回で行けましたね。バルバリシアきついかなと思ったんですけど、スカルビリオーネがね、なんかまあ強さ的にやっぱバルバリシアが一番強いんでしょうけどね、今まで出てきた四天王の中ではね。なんだけど、まあ当時ねレベルもっと低い状態だったんで、スカルビリオーネ戦った時すごい強く感じたよね。はい、ということでこっちセーブしてもいいか。もう自由だね。はい、会員が入りましたね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。